はい、こんにちは、レトスノンです。今回なんですけども、北側車線制限について解説いたします。これまで道路車線制限と臨地車線制限について解説いたしました。で、今回は北側車線制限です。で、北側車線制限っていうのは北側の敷地の日当たりとか風通しを確保することが目的なんですね。これはなんで北側の敷地なのかというと、太陽は南の時に一番高い位置にありますよね。南にある時に一番高い位置に太陽があります。で、太陽の光は北側に放たれるわけですよね。そうすると南側に高い建物があると、その北側の敷地については日当たりがすごく悪くなっちゃうんですよね。だからそれを制限するために北側車線制限があります。北側の敷地、ここの日当たりを確保するために南側の建物について車線を用いて高さ制御をするということなんですね。で、この太陽の光が必要な場所っていうのは基本的には主に人が住む地域ですよね。となってくると低層住居専用地域、田園住居地域、中高層住居専用地域、この3つですね。で、それ以外の部分っていうのはもちろん人は住むんですけれども、それ以外のちっちゃな工場だとか、まあ、そういったものもちらほらある場所なんですよ。なので、まあ、そこについてはちょっと置いておいて、人を住むことを中心とした地域についてはこの北側車線制限を適用させましょうっていうのが今回の話なんですね。なので北側車線制限が適用される地域っていうのはこの3つに限られてくるんですね。それ以外の住居地域だったりとか、近隣商業地域とか工業地域とか、そういった部分についてはこの北側車線制限は適用されません。まずここ頭に入れておいてください。北側車線制限が適用されるのはまずこの3つなんだってことですね。で、注意については一番最後にお伝えをいたします。で、具体的にじゃあこの北側車線制限ってどんな制限かというと、まず、北側の敷地と南側の敷地のこの境界線ですね、ここから5メーターもしくは10メーター上がったところを基準として、ここから車線を引きます。で、この車線の角度は1メーター行ったら 1.25 メーター上がる、この角度ですね。この角度、1メーター行ったら 1.25 メーター上がる、その角度が車線になります。で、それよりも高い建物は建てちゃダメだよっていう話なんですね。で、初めのこの5メーターもしくは10メーターっていうのは低層住居専用地域と田園住居地域についてはこの5メーターが使われるんですね。基準となる高さは5メーター。ここから1メーター行って 1.25 メーター上がるこの角度を用いて車線が引かれます。一方、中高層住居専用地域っていうのは、まあそれ以上にちょっと高い建物を建てるわけだから、それよりも高い部分が基準になります。この10メーターですね。10メーターが基準になって、そこから1メーター行って 1.25 メーター上がるこの車線、このような車線制限になります。まあ、この具体的な数字まではまあ覚えなくても大丈夫でしょう。今からお伝えするのが重要な部分です。それは何かというと、中高層住居専用地域については日営規制の適用がある場合は北側車線制限は適用されないんですね。中高層住居専用地域については日営規制の適用がある場合、まあ日営制限でもいいです、日営制限の適用がある場合は北側車線制限は適用されません。これは日営規制のが厳しい制限なんですよ。だからこっちが適用されるのであれば、この北側車線制限は適用されませんよっていうことです。なので言い換えると、中高層住居専用地域については北側車線制限もしくは日営規制、どちらか一方が適用されるんだっていうふうに頭に入れておけば大丈夫です。これが注意点ですね。なので北側車線制限で覚える内容で言うと、必ず適用されるのは低層住居専用地域と田園住居地域、この2つですね。まあ、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域と田園住居地域。で、中高層住居専用地域も適用される場合があります。ただ適用されない場合もあって、適用されない場合っていうのは日営規制の制限がかかっている場合ですね。この場合は中高層住居専用地域は北側車線制限は適用されません。日営制限が適用されるということになります。
まあ、この点はポイント少ないので何回か動画見ていただいたら頭に入ると思います。今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。